久保田テニス教室の久保田です。今ですね、2本目の動画をアップロードし終わって、3本目の動画をアップロード中です。で、4本目の動画を今から撮ります。ほはゆっくり動いて体に覚えていただくというタイトルの動画についた質問コメントです。質問です。後ろ向きの面、下向きの面、前向きの面がよくわかります。私は下向きでなく右向きになってしまいます。動画観察の結果、どうやら肘が曲がっているのが原因と思います。意識して肘を伸ばして打っていますが、どうしても右向きになりがちです。前腕力が正しくできていれば必ず下向きで寄せることができるとのご指示なので、私の場合前腕ロックはできていないということなのでしょうか。そうですね、その可能性は高いですよ。どうしても前腕、右向きになるイコール、海外が入ると思うんですけども、前腕ロックできちんと入ってたらね、次の動きは下向きが決定するんですよね。下向きがその動きの抜け道というかね、逃げ道になるんで、そこまでこう前腕ロック入らないしておいてまた戻って打つってものすごい作業なんで、多分やらないと思います。だいたい前腕ロックができたら寄せることは考えなくても皆さんこう寄せてしまってる状態になるん で、まあその後胸打ちができるかどうかですよ。胸打ちを知らないで、まあ、寄せるところまで行ったとしてもね、そこから力が入らないとかね、そういうことになってしまうんで、バックスイング完了とそのボールを落として打球するっていうあの地味練とかね、やっていただければいいですけどね。まずそのバックスイングちゃんとできてるかどうかですよね。あの面が後ろ向きになればいいってもんじゃないですからね。それ気をつけてね。ちょっとやっときましょうか。動画観察後ろからですかね。この辺からか。バックスイング完了、ちゃんとこう持ってってこの形ができているかどうかをまずチェックしてください。この形ではどの形かというと、まあ、前腕海内上腕外旋で雲を作っている状態なんですけども、この左手の高さはまず守ってね、肩の高さに肘と手首が来るように、手が来るようにね、この持っていき方を守って肘伸ばして、ここの基準をまず作ってくださいね。これが斜め下だったりこう高すぎたりしないようにね、あと肩が出てしまわないようにね、こうならないようにね、こっちですからね、これで出すようにね、この状態 で、この左手の高さにラケットヘッドが合うようにしてもらってね、で、面後ろ向きで手は腰骨から溝落ちまでぐらいにしてください。これまずこれを確かめて、こうなってるかどうかね、引いてここでこうポンとこう終わってるかどうか、ね、こうやっといて、このラケットをもっと下に倒していこうと思った時に、このくぼみがこうやって角度変えてくれたら前腕を海内してるはずです。こうね、これここのくぼみが変わってますよね、角度がね、こうね、これ外旋側から内旋側、ね、でこうや引いたつもりでね、じゃあ後ろ向きで引きましたと、でもここの角度が横でね、でこうなる場合はこれは前腕ロック決まってなかったってことなんで、これ内旋側からやったってことになるんで気をつけてね。こうやって高さがこう揃ってしまって、これダメですよ。これ前腕ロックしてないですから、上腕が内巻きになってるだけで、こっからスタート切るとだいたいこっち行きますね。よっぽど遅い球だったらね、なんかこうバッタン、ぎっこんバッタンしながらこうこんなこうなりながらできるんだけど、ちょっと速い球が来たらもう全然もうベラッベラに暴れますよ。っていうかこうやってる場合ってのはこっちから来ないとダメなやつですからね。もうこう回して打たないといけないやつなんで、ね、こっからこうしてこうとかもうすっごい大変なんでね、肩がね、大体もう全然あの胸打ちができないと思います。後ろ向きがだからできたからといって成功だとは思わない、できたと思わないようにね。あともう一つは前の動画でも言った通り、このこれね、これは腕を後ろにやって背屈してる状態なんですよね。こういってこれ、これ海内しようと思ったら海内できるんですよ。で、
こうなった場合っていうのは上腕はね外旋してると思うんですよね。上腕は外巻きになって外旋してる状態、こっちに曲がるからね。だけど、前腕は解内してないやつです。ただ背屈してるこの感触がクックイッとやってるから、なんかこう回してる感じがすると思うんですよね。それ騙されないようにね、くるっとこうくるんとやりました。でも左手よりもこうやって高い、ね、左手よりも高く引いといて、面が高く引いといて、その高いままこう終わってしまう場合っていうのは解内してないですからね。これは外旋にはなってるけど解内はしてないと。正しいな。まずここをチェックですよね。で、そこをチェックしたら、この練習やってください。この位置からあの地味練っていうのがあるんですけども、ボールを落としてこう打球するやつね。でその時にボールの方だけしっかり見といて、目はボールの方に当てといてね。でボールの方に下向きの面がこう来るかなっていうのをやってください。ここから、ね、この状態で構えといて、ラケットの方を見たらダメですよ。ボールを見といて、ボールの方に下向きのラケットが来るかどうか、だから当てる方の反対側の面がこう寄ってくるかどうかね。ボールを見たままで寄ってきた、あ見えたと、ね、ここにずっと両面を置いといて、あ見えた、で見えたと思ったら打ってみて、まあ、この間も一応目には映ってますからね。目に映ってるから、あ見えてますとかってダメですよ。ここからこうやって、あ見えてますからとかっていうのじゃなくて、ちゃんとボールのすぐそばまで来るかどうか、ね、このぐらいを目安にね、まずはね。実際はこの辺からこう打ってもいいんですけども、もうこっちの癖がある人はね、もうここまで、なんだったらこの状態からこうボールをキャッチしてみるとかね、何回かこうやってみて、でこれがこうなんかできるなとなってきたら、ちょっと打ってみるとかね、そこまで行って面を開こうとしてみる。でおそらくまだね、その海外してるってことは胸打ちっていうのはまだやったことがないと思うんですよね。なのでこの場合はね、もうここまで行ってちょっとこう肘曲げたり手首とか使って打ってしまってもいいですよ、ね、ここから今のこの時のポイントは、この下向きの面がここから来るかどうかなんで、もうこのあと肘曲げてこう打ってしまってもいいです、ね、でもここからバックスイング完了ができるようになったら、ここから寄せるっていうのを練習してください。で、胸打ちの方はね、別にまたねやってください。胸打ちの方はこの状態からここから打球するように練習してください。この状態っていうのは外旋ね、こうこのくぼみがむき出しになった状態、前に向いた状態ね。で面が下向きで、右股関節の近くこの辺ね、ここに置いといて、でここから打球する練習を別にやってください。全部つなげてやるとね、もう漠然として分かんないんでね、どこがどうなってるのか分かんないんで。で久保田レースのこのいいところは、その一つ一つ分けて練習できるとこなんですよね。確認できるとこなんですよ。持っていき方で引き方、出し方で当て方ね、でキャッチっていうふうに分けて練習できるんで、でその胸打ちは胸打ちで別に練習してください。ここからね、体からちょっと前にこうくっつけないようにね、ちょっと離しておいて、ね、むき出しにして下向きの面で、それからボールを落として打つ練習で、それはそれでちょっと、うん、わけでやっていただければね、いいとは思うんですけど、そこでそのおそらく今度は胸打ちで打球できませんとかっていう話になると思うんで、まあ、その時はその時でもう一回ね、しばらく練習自分でしていただいて、この動画見ていただいて、できない場合はまたコメントいただければと思います。今回は以上です。